M 型ライカのファインダーの特徴の一つに、装着したレンズの画角に合わせて自動で切り替わるブライトフレームが挙げられます。1954年に M さんが登場した頃は、フレームを切り替えられるレンジファインダー機は少なく、またあったとしても手動での切り替えだったので、自動で切り替わるブライトフレームは当時としては画期的だったのではないでしょうか。ただとても便利な自動切り替え式ブライトフレームですが、いくつかの落とし穴が存在します。例えばレンズを買ってきてボディにつけてみたらブライトフレームが表示されない、または表示されるけど枠がなんだか薄いなどというのは割とよく聞く話ですね。そこで今回はブライトフレームの仕組みと関連するレンズ購入時の注意点についてお話ししたいと思います。ご興味のある方はお付き合いください。まず M 型ライカに搭載されているブライトフレームについておさらいしておきましょう。画面はこれまでにも何回かご紹介している M 型ライカモデルごとのブライトフレームの対応表です。初代の M さんは 50mm、90mm、135mm レンズ用の枠を装備していましたが、次の M2 では35mm の枠が追加になった代わりに 135mm の枠が廃止になりました。その後の M4 では再度 135mm の枠が復活し、M4P でさらに 28mm と 75mm の枠が追加になっています。このように同じ M 型でもモデルによって対応している枠の種類に違いがあります。28mm から 135mm まで全ての枠に対応している M6 を例にとると、ブライトフレームの枠は 28mm と 90mm のペア、50mm と 75mm のペア、35mm と 135mm のペアの3つのパターンの切り替えによる表示となります。ただ M3 だけは例外で、ブライトフレームを切り替えても 50mm の枠だけは常に表示されています。ここで装着するレンズに応じて自動的にレンズの画角に応じたブライトフレームを表示する仕組みを説明しておきましょう。レンズ側のこの部分の爪の長さにご注目ください。爪の長さにはレンズの画角に応じて長い、短い、そしてその中間の3パターンがあります。実際の長さの差はわずかなので分かりにくいですが、それぞれの爪を拡大した画像でご確認ください。ボディ側にはこの爪を検出する仕組みがあり、その長さに応じて先ほどの3つのパターンのブライトフレームを切り替えています。では仕組みをご理解いただいた上で、今回の本題、ブライトフレームが正しく表示されないケースを順に見ていきましょう。まずはお手持ちの M 型ボディが装着するレンズの画角の表示にもともと対応していない場合です。 M4P 以降の標準ファインダーは原則すべての枠に対応していますが、初期の M3、M2、M4、M5、そして M4-2 では対応していない枠が存在します。また28mm、35mm、50mm、75mm、90mm、そして135mm の焦点距離以外のレンズではそもそも表示する枠が存在しません。当然ですが、ボディ側で対応していない画角のレンズを装着してもブライトフレームは表示されません。これは M 型ライカにズームレンズが用意されていない理由の一つでもあります。M マウントレンズには 21mm、24mm、最近流行りの 40mm などのレンズもありますが、それらレンズを装着した場合、どの枠が表示されるかはレンズ次第となっています。ちなみに M6 に画面のスーパーエルマー 21mm F3.4 アスペリカルを装着した場合は、
28ミリと90ミリの枠が表示されます。ただいずれの枠も21ミリレンズの構図の決定には使えないので意味があるわけではありません。ボディ側が35ミリの枠に対応したのは M2 から、28ミリと75ミリの枠に対応したのは M4P からです。このため初期の35ミリレンズおよび28ミリレンズの中には、たとえボディ側に35ミリや28ミリの枠があっても正しい枠が表示されないケースが存在します。レンズ側の方でそれらの枠をサポートしていないということですね。該当するのは初期のズマロン 35mmF3.5、 同じく初期のエルマリート 28mmF2.8 の一部が該当します。改造によって正しい枠を表示できるようにしているケースもあるようなので、これらのレンズを購入する際には実際にボディに装着してみてどの枠が出るか確認しておくことをお勧めします。特にサードパーティーのレンズを装着する場合、またLマウントレンズを純正以外の LM リングで装着する場合などでは、M マウントの爪の部分の加工精度によってフライトクレームが全く表示されない、または表示が薄い、一部だけ表示されるなどという問題が発生するケースがあります。特に安い LM リングの中にはそうした精度不足のものが実際に存在するようですね。安物の LM リングは枠が表示されるされない以前にピント精度上も問題があることが疑われるので、使わないようにした方がいいでしょう。なお LM リングを使う場合は装着するレンズの画角に応じてブライトフレーム選択用の爪の長さが違う3種類が存在します。 LM リングの購入にあたっては使用するレンズの画角に合ったものをお選びください。今回ご説明したようなことはライカの長い歴史の中ですでに知られていることとして、実はあまりきちんと説明された文献やサイトに掲載された情報がありません。ただブライトフレームの仕組みを知らないでレンズを買ってしまったりすると、後から追加で高価な単体ファインダーを買わなければいけなくなったり、あるいは LM リングを買い直さなければいけなくなったり、またデジタル機の場合はライブビューでしか撮影できなくなったりすることがあるのでお気をつけください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。